はい、小美商不動産の山本です。今日はですね、神楽坂にあるケレケレハウスに来てます。ケレケレハウスはですね、うちで運営する12棟目のシェアハウスで、今日は共同経営者 の世界の牧田が来てます。皆さんこんにちは、シェアハウスアイドル世界の牧田です。私は山本さんとケレケレハウス、あとはもう一つ吉祥寺にある桜田の木で吉祥寺というシェアハウスを一緒に経営しています。あとはスナックスナック入賞院っていうシェアスナックを山本さんが運営を引き継いで、今は私が普段はやってます。もともと牧田はですね、他でやってる物件のシェアハウスの住民だったんですけど、住民から運営者になるということで一緒に今経営をしてます。もともと住民だった子が管理人をやったりとか一緒に経営をしたりっていうことをやってます。まずケレケレハウスってどんなシェアハウスなんですか？私が旅をしてる時に旅先で入ったカフェ、ここに置いてあった本を読んだんですよ。その本がフィジーのケレケレ文化についての紹介する本 でそのケレケレ文化っていうのが、所有よりも共有の方が楽しいよね。盗みと共有がなんか曖昧でとか、なんかすごいびっくりした話が、シャワー浴びてる間にお財布が勝手にお金を取られたみたいな。でも別に盗んだとかじゃなくて、隣のおばちゃんが亡くなったからお見舞いというか、それでなんかお金取っといたよみたい なんかそんな感じでフランクになんか物をシェアというか、そういう共有してる文化が面白いなと思って、あ、これシェアハウスでもそういうコンセプトで始めたら面白そうだなって思ったのが、ケレケレハウスを始めようと思うきっかけ。でも実際に仲いいシェアハウスって結構この共有とか盗みっていうところの、所有の概念が結構曖昧だなっていうふうに思いますね。なんか調味料を使うよって言って使ったりとか、食材をシェアしたりとか、余ったお酒いっぱい入れたりとか、そういうの結構あるよね。そうですね。シェアハウスで生活する上でもうそこってどうしても避けられない、全部自分のもので完結するっていうのは逆に難しいのかなっていう、思います。そうなるとなかなか共有部も物を置きにくいよね。なんかいろんな人のものがバラバラある方が共有部がなんか賑やかで楽しいなっていうのを結構思ってるので、そういうのはいいなと。実際ケレケレハウスは4年で建て壊しになる物件で、1年半経ったんですけど、どうですか？最近盛り上がってますね、ケレケレハウス。どういうこと？最近までは盛り上がってなかった。そのシンプルに人数が増えた、入居者の人数が増えたっていうことと、入居してる人の年代が近いっていうので、すごい楽しそうにしてるなっていうのは印象。今住んでる人たちは20代で固まってって感じですね。なんか学生もいたり、社会人に3年目の子もいたり、フリーランスもいたりみたいな感じだよね。比較的若いなっていうイメージですね。吉祥寺の桜田マキティアと違いとかってありますか？地方も固まってるし、年代が4人住んでるんですけど、みんな27、8で、桜田マキティアの方はまあおとなしいというか、個々がもうここの生活をしてるけど、私はなんか「やりますって言ったらみんな集まって、周年パーティーとか毎年やってるんですけど、それもめちゃくちゃ盛り上がるし、みんなめちゃめちゃなんかいい人たち、大人たちが住んでるシェアしてる家だなっていう感じですね。ケレケレハウスの方はもうみんなで楽しくワイワイっていう、かつ元気な家っていう感じですね。違いは2棟やっててそんなに違い出るのって結構不思議だなと思うんですけど、なんでそんな違いが出たんですか？特に意図はしてないけど、やっぱりそのコンセプトなのかな。そのサグラダ・マキティアの方は、作る時にコンセプトっていうのをあえて作らなかったんですけど、でも唯一私がいつも考えてたことは、住んでる人たちがいいなと思ってくれる家にしたいっていうのがあったんですね。でケレケレハウスの方は私が歩み屋でっていうところから始めたんですけど、最近はその20代が多くなってワイワイしてる感じが定着してきたので、割とそういう家にしていこうかなっていうのは後付けというか、そっちで考えましたね。
改めてなんかどんな人が住んでるんですか？みんななんかめちゃくちゃ明るくて、うん、明るいですよ、ね、明るいとにかく明るい最近だとあのみっつんっていう子が入ってくれたんですけど、その一人暮らしから引っ越してきたんでいっぱいいろんな家電を持ってきてくれて、で超大型テレビを持ってきてくれたんですけど、うん、それでみんなで映画見てるとかよくなったりとか、よくこの辺の中華屋さんにみんなで行ってたりとか、飲み会するってなったらみんな結構何時間も飲んで、それぐらいすごいみんな元気いっぱいですね、うん、仲いいしね、うんうん、なんか盛り上げるために苦労してることとかあるんですか？特にしてないですね私の役割はもうだいぶもう年も離れてるんで、そんなになんか一緒になってはしゃげないんですよ、はいはいはい、私36なんで、はいはい、もう10以上違うんですよ、みんなとは、はいはい、もう私はそういう風にみんなが楽しめるような人を集めてくる、ここに住む住まないは別としても、そのケレケレハウスっていうのパーティー、ケレパーって呼んでるんですけど、ケレパーにみんながなんか楽しめるような人をもう引っ張ってくる、まあ、住んでくれたらなお楽しいよねみたいな感じで、それが私の役割なのかなっていう、うん、いやなんかめちゃくちゃみんな楽しそうでいいなと思ってて、まあ、その4年後を壊すっていうのが決まってたんで、結構もう何やってもいいんですよね。 DIY してもいいし、猫飼ってもいいし、早稲田の建築の女の子とかは自分の部屋をめちゃめちゃおしゃれにしてたりとか、なんかロフト作ってみたりとか、あのドアの色塗ったりとか、結構そうみんないろいろしてて、まあ、ここの部屋も今作りかけでどんどん作っていってるところね、なんか綺麗でピカピカではないけど、なんか手作り感のある家だなっていうことを結構思ってます。みんなで作っていく感も強い家だなっていうふうに僕は感じてますね、うんうん、DIY とかできるんです。そういうのってなかなかありそうでないなって、うんうん、思ってて、しかも東京で文京区で、うんうん、そうねなかなかないと思って、ビビるよね、うん、私も DIY 全然興味なかったんですけど、うん、ペンキ塗ってみたら意外と楽しくて、うん、トイレとかじゃ無駄に塗ったり、リビングもなんか猫で描いちゃったりしてますね。一人だと DIY やろうっていうの結構大変なんだけど、誰かやってるの見たりとか、あの一緒にやろうよっていうのを聞いたりするといいなっていうのは思ったりね。あとはなんかこういう家具を組んだら、なんかお互いにルームツアーしてるよね、うん、みんなどういう部屋にしたのみたいな、うんうん、部屋ごとに全然大きさが違うって、うんうん、そういうのは面白いなって、うん、僕もねこうやり始めてかなり DIY 欲が生まれて、部屋に砂を撒いたりとか、まあ、それで怒られたり部屋に砂撒いたりする、面白い、面白いなって思って見てたんですけど、その部屋から出るときに足に砂ついた状態で廊下を歩くと、廊下に砂が撒かれちゃうんですよ。でお風呂上がりの住人が綺麗になった足で砂を踏んで怒ってましたね。めちゃくちゃ怒られてましたね、はい、部屋を作る楽しみっていうのが結構あるので、うん、まあ、そういうの作りたいっていう人にも来てほしいし、うん、程度部屋をね作って綺麗になるようにしてるので、うん、あのいつでも住める状態にはしてはいる、うん、ですね。あと個室ですね。意外と全部文京区のシェアハウスでちゃんと個室があるっていうのは結構いいんじゃないかなっていう思ってます。東京のね、山手線の内側にありながら、この辺って結構閑静な住宅街で、全然うるさくない、ちょっとガヤガヤしてなくて、もう家ばっかりなんで、すごい住みやすいし、まあ、ちょっと歩けばその神楽坂の駅とか飯田橋の駅があって、そういうお店とかもいっぱいあるし、そうね、いいとこ取りができるなって、うん、自転車で結構どこでも通勤してたり通学してたり、早稲田の子とか拓殖の子とかだったら自転車でも全然行けるし、日大とかも、ね、日大ね、うん、社会人も学生もいるから、うん、結構どの層でも大丈夫かな、うんうん、強いて言うなら、もうあと3年、うん、2年半くらいしかないから、うん、はい、それが許容できる人の方がいいかな、うん、えいやってシェアハウスに住んでみたい人も見てるんじゃないかなと思います、うん、あの私個人的には猫が好きなので、猫を飼ってる人が入居したらいいなって思ってます。あどんな人に入居してほしいとかありますか？あ、そうですね、まあ、やっぱり今住んでる人と会う人がいいなと思ってるので、明るくて元気いっぱいな人が来てくれたら嬉しいですね。やっぱみんなと一緒にワイワイ楽しむのが嫌じゃない人、なんかずっと部屋にこもるっていうのはあんまりもしかしたら楽しめないかもしれない、うん、
だからまあ10人ぐらいで友達も欲しいし、でも個室が欲しいみたいな人がいたらちょうどいいんじゃないかな。そうですね、みんなワイワイしてるけど、でもそれぞれその学校とか仕事とかあるから、その学校の課題とか仕事をやるときはもう部屋に入って出てこないとか、うん、そんないろんなことやりつつ楽しみつつ住んでる人たちですね。この動画を見てる人はシェアハウスの運営をしている人もいれば、うん、シェアハウス探している人もいるんですけど、なんかメッセージありますか？うん、運営してる人だと大変だけど楽しい楽しいです今私が一緒にシェアハウスを始めて3年半、もうちょっとで4年経つんです。そのマキティアが1個目で今年で4周、やっぱ楽しいんで、はい、楽しいですよ、ね、お伝えしておきます。住んだことない人にとってはめちゃめちゃなんか内見とか勇気いると思うし、ましてやなんか普通のホテルサイトから申し込めて、なんかこういう個人でやってる方がなんか緊張するかなと思うんですよ。でもそれでももしね、なんか自分に合いそうと思ったら勇気出して問い合わせしてみてください。絶対楽しいので。私はあの大学は東京の方 で就職も東京なんで、ずっと東京にいるんで、友達も家族も東京にいるんですけど、地方から大学で上京とか就職で上京とかする人にこそめちゃくちゃ幸せ住んでほしいなと思ってて、やっぱりその何もない人脈とか友達とか何もないところに来るって結構不安だし、その仕事とか学校とかあっても それ以外の時間が、ね、退屈だったり充実しなかったらつまんないなと思って、そんな時に家に仲間がいるっていう環境はすごくいいなと思ってるんで、私は本当にもう、そう上京した人にこそシェアハウスをめちゃくちゃ進めたいなと思ってるんで、もし上京するって方がいたらぜひシェアハウスを検討して欲しいなって思います。まあ、シェアハウスだったら初期費用が安かったりとか、例えば短期の滞在とかでまあいいですよみたいなこととかは言えると思うので、人と住んでみたことがないなっていう人多いと思うんですけど、試しで住んでみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにケレケレハウスの日常の様子はツイッターでケレケレハウスって検索すると大体出てくるので、また住民が勝手につぶやいてることとかあるので、まあ、いいことも悪いことも全部出てくると思うんですけど、見てもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、今日の動画は以上になります。シェアハウスの運営者のインタビューをどんどん撮っていってるので、チャンネル登録と高評価の方をお願いします。